ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はガンツの代表曲を次々に作曲、イジー・ストラドリンについて触れてまいります。アクセル・ローズの同級生であったイジー・ストラドリンはガンツ&ローゼスの創世期からギタリストとして活動します。作曲能力に秀でたものがあり、ガンツの代表曲であるパラダイスシティ、ペイシャンス、ドントクライといった曲はイジーが作曲しています。しかしガンズが巨大化し、音楽の方向性や自身のドラッグ問題などが原因でバンドの絶頂期に脱退します。ソロ活動は非常にマイペースながらも次々と傑作を連発し、改めてその音楽性の高さが評価されます。ガンツとの関係も完全に切れたわけではなく、幼馴染のアクセルとの関係は継続しています。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はイジー・ストラドリン、ガンツの代表曲を次々に作曲について触れてまいりました。